Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 皆さんこんにちは、お元気ですか、今日のテーマは、認証代名詞です、認証代名詞がよくわかりませんという、質問をいただいたので、今日はそれについて説明していきたいと思います。Aujourd'hui, on va prendre sur les pronoms compléments. Il y a deux pronoms compléments, complément direct et complément indirect. 今日やる認証代名詞にはですね、直接目的認証代名詞と間接目的認証代名詞の2種類があります。それを一つずつ見ていきたいと思います。Alors, vous êtes prêts? On y va! はい、まずは認証代名詞って一体どういうものなのか、例文を見ていきたいと思います。あなた、ジュリアンを知ってるの?チコネ・ジュリアンって、あなたのお友達が聞いたとします。でそれに対して、Oui, je connais Julien. うん、ジュリアンを知ってるよというふうに答えてもいいですし、Oui, je le connais. うん、彼を知ってるよというふうに答えることもできます。日本語ではね、あんまり彼をとか彼女をとかいう、言葉は使わないんですけれども、このジュリアンというのを、何度も繰り返さないために、フランス語ではこれを彼をというふうに置き換えます。そうするとこれがですね、ジュリアンがるというふうに置き換わって、Oui, je le connais。これで、うん、彼を知ってるよというふうに言うことができます。このように認証代名詞っていうのは、目的語、ね、この動詞の後ろに来るこの目的語の繰り返しを避けるために使うものです。でですね、この認証代名詞には2種類あります。で、1番目。は直接目的認証代名詞。フランス語では、レポノンコンプレモンディレクト。このように呼びます。例えばですね、ポールはその少年を見ている。ポール、regarde le garçon。ね、このように言ったとします。で、この、le garçon、その少年というのを、彼というふうに置き換えたいと思います。そうすると、Paul le regarde. これで Paul は彼を見ているというふうになります。次に、Paul はその少女を見ている。Paul regarde la fille. これを今度は、その少女というのを彼女をに置き換えたいと思います。Paul la regarde.、ね、このように今度は女の子の場合は、la に置き換えることができます。で、ポールはその子供たちを見ている。ポール regarde les enfants、ね。このように今度は les enfants。これを彼らをに置き換えたいと思います。ポール les regarde、子供たちというのは les というふうに置き換えることができます。これですね、このル、ラ、レ、これを直接目的認証代名詞というふうに呼んでいます。で、この直接目的認証代名詞っていうのは、今、ル、ラ、レを見てきたんですけども、これは人に限らずに、物や動物でも置き換えることができます。例えば、ポール、regarde le ciel。ポールは空を見ている。これを、ポール、ル、regarde。このように、ポールはそれを見ている。ね、このように、ものでも、それをというふうに、ルーで置き換えることができます。ポール、regarde la fontaine。ポールは噴水を見ている。これは、女性名詞ですね。噴水というのは女性名詞。なので、ポール、la regarde、ね。このように、今度は、らで置き換えます。ね、男性名詞の場合は、る。女性名詞の場合は、らで置き換えます。ポール、regarde les oiseaux。ポールは鳥を見ている、はい。今度は複数になった場合。これは、ポール、les regarde。このように、les で置き換えます。これは男性名詞、女性名詞。ともに、複数の場合は、les で置き換えることができます。ポールはそれらを見ている。はい、このように、regarde 何々を見るという動詞の後ろには、直接目的語
置くんですね。ここの間には前置詞は何も入らずに、直接regarder何々というふうに目的語を置きます。こういう場合には、この目的語を代名詞、認証代名詞に置き換える場合には、このルーラレというのを使います。で、この直接目的認証代名詞っていうのは、動詞の前に置きます。それで、ルーラレ以外にもありまして、ポール・ム・ロギャルド。これでポールは私を見る。ポール・トゥ・ロギャルド。ポールは君を見る。ポール・ル・ロギャルド。またはポール・ラ・ロギャルド。これは彼を見る、彼女を見る、もしくは物ですね。物でも置き換えられます。で、ポール・ヌ・ロギャルド。これでポールは私たちを見る。ポール・ヴ・ロギャルド。これでポールはあなたを見る、もしくはあなた方を見る。ポール・レ・ロギャルド。ポールは彼らを見る、彼女らを見る、もしくは物ですね。複数の物を見る。はい、このように、直接目的認証代名詞は、ム、トゥ、ル、ラ、ヌ、ヴ、レ、ね、これだけの種類があります。はい、次に、2番目、間接目的認証代名詞を見ていきます。フランス語ではレプロノンコンプレモンアンディレクトというふうに言います。先ほどはディレクト、直接でしたけれども、今度はアンディレクト、間接目的認証代名詞というふうになっています。例えばポールはジュリーに話す。ポール parle à Julie、ね、このように、parle、 話すという動詞は後ろに誰々にという人を持ってくる場合には à という前置詞をつけなければなりません。ポール parle à Julie、この時この à Julie を認証代名詞に置き換えたい場合、彼女にというふうに置き換えたい場合ですね。これは、Paul lui parle。このように、lui というふうになります。Julie offre des fleurs à Paul。Julie はポールに花を贈る。こうした場合、これもまた、offrir、何々を贈るという動詞ですけれども、offrir à誰々、このように人を持ってくる場合には à という前置詞をつける必要があります。この à Paul というのを彼にというふうに置き換えたい場合、 Julie lui offre des fleurs、これも先ほどと同じように lui という認証代名詞を使います。 Paul dit bonjour à ses amis、ポールは友達たちに挨拶をする、友人たちに挨拶をする。この dire は、言うということですけれども、この dire bonjour で、bonjour という、つまり挨拶をするというふうな感じになりますね。で、誰々にと後ろに持ってきたい人を持ってきたい場合には、これもやはりあという前置詞をつける必要があります。で、このあせざみ、ここを彼らにというふうに置き換えたい場合には、Paul leur dit bonjour、ね、このように今度は leur という、認証代名詞に置き換えることができます。はい、このようにですね、後ろにあ誰々を伴う動詞の場合ですね、今出てきたのは parler à 誰々、 offrir à 誰々、dire à誰々でしたね。このような動詞の場合は、このあ誰々の部分は lui、leur という認証代名詞に置き換えます。で、男性単数名詞、女性単数名詞、これはともに lui で置き換えることができます。je téléphone à Paul、 これは je lui téléphone、 私はポールに電話をする、これは私は彼に電話をする、 lui で置き換えられます。これがもし、あの後ろが女性だった場合、je téléphone à Julie、ね、Julie、女性ですけれども、この場合も、je lui téléphone、男性、女性関係なしに、これは、lui で、彼に、彼女にというふうに、置き換えることができます。で、ところがですね、もし、複数名詞が、あの後ろに来た場合、これはですね、leur で置き換えます。例えば、je téléphone à mes cousins。
ね、クザンというのはいとこですね。これは、メクザンなので、いとこの複数形です。この場合は、je leur téléphone。私は彼らに電話をする。leur を使います。でもし、この後ろが、クザンではなくって、クジンヌ、女のいとこ、複数形だった場合、これも同じですね。je leur téléphone。はい。複数の場合は、女性名詞、男性名詞関係なしに、leur、leur という、認証代名詞を持ってきます。はい。直接目的認証代名詞と同じように、認証代名詞は動詞の前に置きます。それから、lui、leur だけではなくて、他にもあります。例えば、Paul me téléphone。ポールは私に電話をする。Paul te téléphone。ポールは君に電話をする。Paul lui téléphone。ポールは彼に、もしくは彼女に電話をする。Paul ne téléphone。ポールは私たちに電話をする。Paul vous téléphone。ポールはあなた方に、もしくはあなたに電話をする。Paul leur téléphone。ポールは彼らに電話をする。彼女らに電話をする。はい。このように、これだけの種類の間接目的認証代名詞があります。で、この間接目的認証代名詞と、先ほどの直接目的認証代名詞、これ2つ比べてみますと、違うのはですね、この3人称のところだけなんですね。これ間接目的認証代名詞ですね。me, tu, lui, ne, vous, leur。で、直接目的認証代名詞のところは、me, tu は同じで、le, la、ここが違います。ne, vous、これは同じで、le、ここが違います。つまり、両方とも違うのはこの、ね、三人称の部分だけです。あとは、一人称、二人称は全く形は同じです。で、間接目的認証代名詞を取る動詞っていうのは、先ほど、parler à と offrir à と dire à っていうのを、あと、téléphoner à というのもありましたね。見たんですけれども、他に、どういう動詞があるか。というと、大体ですね、伝達とかコミュニケーションの動詞が多いんですね。例えば、parler à 誰々に話す、téléphoner à 誰々に電話をする、dire à 誰々に、言う、donner à 誰々に、渡すとかあげる、écrire à 誰々に書く、手紙を書く、répondre à誰々に返事をする。envoyer à 誰々に送る。offrir à 誰々に、プレゼントする。ね、送り物をする。demander à 誰々に、尋ねる。ですね。はい。このような、伝達、コミュニケーションの動詞というのは、後ろに誰々というふうに、誰々にというふうに人を持ってくる場合には、必ずあという前置詞を取ります。なので、この後ろに、人が来た場合に、そのあ誰々の、あ誰々の部分を、認証代名詞に置き換えたい場合には、必ずこの間接目的認証代名詞の方を使います。つまりこちらですね、間接目的認証代名詞、この me, tu, lui, ne, vous, leur、 こちらの方を使います。で、今間接目的認証代名詞を取る動詞っていうのは、だいたい伝達コミュニケーションの動詞が多いですというふうに言ったんですけれども、実はそうでない場合もあるんですね。で、同じ意味の動詞でも後ろに直接目的語を取る場合と間接目的語を取る場合があったりします。例えばどういう動詞かというと、誰々に電話をかけるという動詞なんですね。これフランス語では、2通り言い方がありまして、テレフォネア誰々、ね、これ誰々に電話をするというふうな動詞です。これは後ろに誰々を持ってくるときには、アという前置詞を必ずつけます。もう一個、同じように誰々に電話をかけるというときに、アプレという動詞を使うこともできるんですね。ただし、このアプレを使う場合には、後ろに人を直接持ってきます。このアはつけません。
そこが注意なんですね。例えば、私はアレックスに電話をする。Je téléphone à Alex。このようになります。あをつけますね。ですので、今度このアレックスというのを、認証代名詞に置き換えたい場合、彼にというふうに置き換えたい場合には、Je lui téléphone、ね。このように間接、目的認証代名詞の lui を置きます。ところが同じようにね、電話をかける、アレックスに電話をかける、同じような意味なんですけれども、今度はアプレという動詞を使いたい場合、J'appelle Alex。このようにアプレの後には直接アレックスを持ってくるんですね。で、これを今度アレックスを、彼にというふうに、認証代名詞に置き換えたい場合、これは Je l'appelle。このように今度は直接目的認証代名詞にしなければならないんです。ですので同じようにね、日本語で誰々に電話をかけるというふうに言っても、実はこのにというのが必ずこのあがつく動詞というふうには限らないんですね。日本語では誰々にというしかないんですけれども、フランス語ではテレフォネアっていう場合とアプレ誰々と直接、人を置く場合、両方あるんです。それで例えばですね、今アレックスにしたから分かりやすかったんですけれども、あなたに電話をすると言いたい場合、もしテレフォネアを使った場合、ジュブテレフォン、ジュブテレフォン、ね、ここをブ、あなたにとなりますね。で、今度はアプレを使って言いたい場合、これもジュブザペル、ね、私はあなたに電話をかける。このようにここ、ぶ、全く一緒の形なんですね。だけれども、こちらのぶは間接目的認証代名詞。で、こちらの方は直接目的認証代名詞なんです。全く形は同じなんですけれども、実は違う認証代名詞なんですね。はい、これ先ほども見ましたように、間接目的認証代名詞と直接目的認証代名詞っていうのは、この三人称のところは形が違うんですけれども、あと一人称、二人称ね、同じ形。なので、このブーもね、両方ともブーなんですね。なので、ちょっと動詞によっては、後ろにあをつける動詞と、あを置かずに直接人をね、持ってく、直接目的語を持ってくる動詞があるので、そこは注意してください。はい。あと、その他にも注意してほしい動詞があるんですけれども、このインフォーメ。これは誰々に知らせるというふうに日本語では言うんですけれども、この何々ににと入ってるんですが、これ、あはつかないんですね。例えば、私はジャックに知らせる。これは、ジャンフォーム。ジャック。このように、アンフォーメの後ろは直接ジャックを持ってきます。ですので、このジャックを、彼にというふうに認証代名詞で置き換えたい場合には、ジュランフォーム、ね、ジュランフォームというふうに直接目的認証代名詞を持ってきます。ね、これ、誰々に知らせるというふうな訳なので、どうしても、あ、ジャックかなという感じに思ってしまって、je lui informe というふうに言ってしまいたいんですけども、これは実は直接目的語を後ろに置く動詞なんですね。もう一つ、例えば、renseigner。これは誰々に情報を与えるとか、案内するという意味の動詞なんですけども、これも、日本語ではね、誰々にってここ入ってしまうんですが、フランス語の場合、これは後ろにやっぱり直接、目的語を持ってくるんですね。あという前置詞は入りません。例えば、je renseigne les touristes sur les hôtels。これで、私は旅行者にホテルについて、案内する、情報を与える。こういうような、je les renseigne sur les hôtels、ね。このようにここは les になるんですね。つまり直接目的認証代名詞を使います。これどうしても誰々に情報を与えるっていう訳に日本語ではなってしまうので、je leur というふうに言いたくなるんですけれども、leur ではなくって直接目的認証代名詞の les になります。ですのでね、このあんまり動詞の日本語訳に頼ってしまうと、日本語のね、誰々にっていうのはフランス語の、後ろにあという、前置詞を取る動詞と一致してない場合も、たまにあるので、
あまり日本語の訳には頼らない。で、この動詞が出てきたら、その度に、辞書で調べて、後ろにね、前置詞のあを取って、間接目的を置くのか、もう直接目的語を置くのかっていうのを、ちゃんと調べた方がいいです。で、一応ですね、この直接目的語になる認証代名詞という、この表を、ここに出しておくんですけれども、ちょっとこの、やっぱりこの、日本語のね、私を君をとかいう、この日本語の訳に頼ると分からなくなってしまうことがあるので、まあ、一応ここには表は出しておきますけれども、それはあくまでも動詞が後ろに直接目的語を取るのか、間接目的語を取るのかによって、この認証代名詞の形は変わってきます。で、こちらは直接目的語になる認証代名詞ということで、Paul me regarde。ね、regardez の後ろには、名詞を誰々というふうに直接置くので、こちらは me, tu, le, la, ne, vous, le というふうな直接目的認証代名詞を置きます。それに対して今度は、téléphoner à でしたね。誰々に電話をする。このようにテレフォネの後は、あーという前置詞をつけて、間接目的語を持ってくるので、この場合には、置き換える場合には間接目的認証代名詞を取ります。なので、これも、Paul me téléphone、Paul te téléphone、Paul lui téléphone、ね。ここは、直接目的認証代名詞とは形が変わるんでしたね。で、ぬ、ポール、ぬ、テレフォン、ポール、ぶ、テレフォン、え、ポール、ルー、テレフォン。はい、ここのルーも直接目的、認証代名詞とは形が変わるので注意です。なので、あんまりこのね、誰々にという日本語のにを当てにしてると、日本語ではにと訳さなきゃいけないんだけれども、あってつかない、フランス語の動詞もあるので、ちょっと注意をしてください。でですね、一番皆さんが、困るのが、直接目的認証代名詞と間接目的認証代名詞が両方一緒に出てきた場合だと思うんですね。これ、どっちを先に置いて、どっちを後ろに置いたらいいのかっていうのを皆さんすごく困ると思うので、ちょっとまとめてみたいと思います。順番としてはですね、こういう順番です。主語の後に、む、と、ぬ、ぶをまず最初に置いて、その後に直接目的認証代名詞のる、ら、れを置く、ね。こういうセットになって出てくるか、あるいはこういう後ろのね、こっち側のセットになって出てくるか、どっちかしかないです。ここにね、さらに、直接目的認証代名詞のむとかとぅとかが、加わることは絶対ないです。なので、この緑赤、こういうふうに出てきた場合には、こういう順番で置く。で、この赤緑、こういう2つの組み合わせが出てきた場合には、こういう順番で置きます。で、例文で見ていきたいと思うんですけれども、例えば、アレックス donne sa clé à Julie。アレックスはジュリーに鍵を渡す。彼の鍵を渡す。という文章があったとします。まずこれ一つずつ、認証代名詞に置き換えていきますね。まずこのアージュリ、これを、認証代名詞に置き換えると、アレックス・ルイ・ドン・サクレ。ね、ここアージュリなので、ルイ間接目的認証代名詞にします。で、今度はまたこのサクレ、ね、彼女、彼の鍵を、これも認証代名詞に置き換えることができますね。それをというふうに置き換えるとすると、アレックス・ラ・ルイ・ドンヌ。はい。このように、サクレというのは女性名詞なので、これはラに置き換えて、順番はまずこのラを先に持ってきて、その後にルイを持ってきます。これでアレックスはそれを彼女に渡すというふうになります。で、この、これを見るとですね、これ、ラーとルイ、こっちの組み合わせですよね。こっちの後ろ側の組み合わせ。まずは、直接目的認証代名詞のラーをまず先に置いて、その後に、ルイ、ね、彼女にというのを置きます。こういう順番になります。アレックス、ラ、ルイ、ドンヌ。もう一つ見てみましょう。今度は、アレックスはあなたに鍵を渡すとします。アレックス、ドンヌ、サ、クレ、ア、ヴ。
ね、本当はこのアーヴとは言わないんですけれども、まあ、誰々に、あなたにということで、これちょっとわざとここに置いてみました。これまずこのアーヴというのを、認証代名詞に置き換えると、アレクス・ヴドンヌ・サクレ。ね、このように、ここに間接、目的認証代名詞のヴを持ってきますね。で、もう一つ、まだこのサクレ、彼の鍵というのを、また認証代名詞に置き換えます。そうすると、アレックス・ヴラドンヌ。アレックスはあなたにそれを渡す。今度はこういう順番になります。これは、どういう組み合わせかというと、こちらですね。この前の方のこちらです。まずはこのヴを持ってきて、その後にこの直接、目的認証代名詞の、ラを持ってきます。こういう組み合わせの場合は、こういう順番。で、この後ろのこういう組み合わせの場合は、こういう順番に、置きます。で、これ以外の、組み合わせっていうのはありません。でですね、この順番私がどういうふうに覚えてるかというと、このまず主語に一番近いところに持ってくるのは、む、と、ぬ、ぶ。つまり私、君、私たち、あなたたち、二人称、近い人。ですね、親しい人というふうに覚えていて、その親しい人はもうまず主語の近くに持ってくるですね。で、lui, leur というのはこれ三人称ですね。彼にとか彼らにとか彼女たちにという三人称、まあ、いわゆる、他人ですね。だから遠い人はちょっと主語から遠くに置くというふうに私は覚えているんです。なので、それで物はですね、ルラレ物、これは、まあ、真ん中に置くというか、もしね、親しい人がまず来るのであれば、まず親しい人を置いて、一人称、二人称を置いて、その後に物を置く。で、もし他人がね、lui とか leur とか、三人称の認証代名詞が来る場合には、まず物を置いてから、三人称のね、他人は、後ろに置く。そういうふうにと覚えています。皆さんもね、いろんな覚え方があると思いますけれども、参考にしてみてください。はい、ではですね、最後にちょっと練習問題をやってみたいと思います。ナタリー、je aime et je offre des fleurs、ね。ここに、認証代名詞を入れてみましょう。ナタリー、私は彼女が好きだ。彼女を愛している。で、彼女にお花を贈る。こういうふうに言いたいとします。そうすると、ナタリー、je l'aime etJe lui offre des fleurs. このような認証代名詞を入れることができますね。これは aimer 誰々なので直接、目的認証代名詞のラを持ってきますね。これナタリーなのでラなんですけれども、aimer という母音で始まる動詞が来ているのでこれ l アポストフになっているんですね。で、この offrir、ね、これは伝達コミュニケーションの動詞ということでしたよね。offrirあ、誰々。なので、これは、lui という、間接目的認証代名詞を持ってきます。次、les voisins、ご近所の人という意味ですね。je invite et je montre mon appartement。これで、ご近所の人。私は彼らを招待して、彼らに私のアパートを見せる。こういうふうに言いたいとします。そしたら、je les invite et je leur montre mon appartement。はい、このようになりますね。これ、invite は招待するですね。で、invite 誰々というふうに後ろに直接誰々を置きますので、これは les という認証代名詞が入りますね。で、今度、後ろ、montre は、何々を見せる。という動詞なんですけれども、これは montre à 誰々というふうに、à という前置詞を置くので、これは leur が入ります。ね、je leur montre mon appartement。このようになります。はい、最後、ma sœur、ね、私の、姉もしくは妹ですね。je écris et je demande des nouvelles。私は手紙を書く。彼女に手紙を書いて、そして、近況を尋ねるですね。この場合は、je lui écris et je lui demande
des nouvelles。このようになりますね。これ、手紙を書くは écrire à 誰々なので、ここは lui という認証代名詞が入ります。で、今度 demander これも、demander à 誰々で誰々に、尋ねるという意味になりますので、je lui demande。この des nouvelles というのは、知らせという意味ですね。このようになります。両方とも lui、lui を置きます。はい、最後にまとめますと、Paul regarde les enfants。このように regarde 何々を見るという動詞は後ろに、直接目的語を取りますね。このように、例えばこの les enfants というのを、認証代名詞に置き換えたい場合には、この me, tu, le, la, ne, vous, les で置き換えます。なのでこの場合は les enfants は複数形なので、ここの les に置き換えますね。Paul les regarde。それに対して、今度は Paul téléphone à Julie。このようにテレフォネという動詞は後ろにあをつけて誰々というふうな目的語を持ってきます。このあ Julie の部分を認証代名詞で置き換えたい場合には、このような間接目的認証代名詞 me, tu, lui, ne, vous, leur、ね、これを持ってきます。ですのでこのあ Julie というのは単数の、三人称なので lui、ね、Paul、lui、テレフォンというふうにここは lui というふうに、置き換えることができます、なのでですねよく参考書とかにはこの表が載ってると思うんですね。直接目的語になる認証代名詞はこれ、で間接目的語になる認証代名詞はこちら私に君にとかいうふうに、こういう表が載っててこれを覚えようとしがちなんですけれども、どっちかっていうとこの使う動詞の方に、注目してみるといいと思います。Regardez のように後ろに直接、目的、語を持ってくる動詞の場合には、ここ直接目的認証代名詞これを持ってくる。でここに後ろに間接目的語を持ってくる動詞の場合、例えばテレフォネとかですね。そういう動詞の場合には、ここの後ろを、置き換える場合に、この間接目的認証代名詞、ムートゥ、ルイ、ヌヴ、ルーというのを、持ってくる。というふうに覚えてみてもいいかと思います。で、結局違うのは、この三人称のところだけなので、あとはもうムートゥ、ヌヴ、一緒ですね。なので、そんなに難しく考えることはないと思います。で、もしこの直接目的認証代名詞と間接目的認証代名詞が2つ一緒の文章に出てきてしまった場合には、こういうグループの場合には、まず親しい人を前に置く、ね。私、君、私たち、あなたたちを前に置く。そして物を次に置く。で、もしこういう組み合わせで出てきた場合には、まずは物を置く。そしてから、彼らにとか彼女らにというね、他人はもうその後ろに遠くに置く。そういう感じで覚えてみたらいいかと思います。なかなか最初から認証代名詞にね、すべて置き換えて言うのは難しいので、もう全部置き換える必要はないと思います。なかなか会話では2つをね、パンパンと置き換えて、言うのは難しいので、まあ、私の場合はね、もう難しかったらどっちか1つだけ置き換える。例えばね、もうアレックス・ルイ・ドン・サクレ。もうここで止めておく。もうサクレはもう、繰り返してもしょうがないので、もうアレックス・リ・ドン・サクレというふうに、言うとか、筆記テストではね、時々両方置き換えろとかいうテストはありますけれども、会話の場合にはね、両方とも必ず置き換えなければいけないっていう決まりはないので、まあ自分でね、置き換えられるところだけ、置き換えて繰り返さないようにする。そんな感じで、言ってみてはいかがでしょうか。ですね、認証代名詞まだたくさんあと命令系の場合とか、否定系の場合とかいろいろまだあるので、また続きは、違う動画にしたいと思います。C'était un peu compliqué, mais j'espère que vous avez bien compris. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Bonjour, c'est Izumi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. 皆さんこんにちは。フランス語講師のロスティーズミです。トレビアンフランス語アカデミーでは本気でフランス語の基礎を身につけたいという方のためにオンラインのフランス語マンツーマンコーチングをご提供しています。これからフランス語圏に留学をしたい、または仕事でフランス語が必要だという方のために6ヶ月間で効率よく
オンラインでフランス語の基礎をお教えしています。ご興味のある方はぜひこの動画の下にあるリンクをクリックして、メルマガにご登録ください、またはですねトレビアンフランス語アカデミーで検索をして、こちらからメルマガの登録をしてください、フランス語の勉強に役立つ情報を、毎日月曜日から金曜日までお届けしています。ご登録してくださった方にはただいま、0から30分間でフランス語が読めるようになるレッスン動画、そしてフランス語の、初級レッスンルッソン1からルッソン6、1から6までを、無料でプレゼントしています。ですのでフランス語が勉強したいんだけれどもなかなか一人じゃできないという方ですとか、フランス語学校に通う時間がない、またフランス語学校が近くにないという方ぜひ、一度メルマガを読んでみてください。それでは Merci beaucoup et à très bientôt!